法政を宝物部屋に招くイヴァン・四世サー・ジェローム。法政は、16から17世紀のイングランドの、探検家、外交官、政治家。バッキンガム・シャーシュー・グレート・キンブルを勢力地盤とした。1573年に初めて訪れてから1591年まで、17年以上という、長期間にわたって、ロシアに滞在し、ロシア宮廷では、 多くの要人たちの違うを得た。法政は当初モスクワ会社の代理交渉人として、モスクワ大公国を訪れたが、後に、サーリンのイヴァン4世から、イングランド女王エリザベス1世への施設として、また校舎から前者への返礼施設としてそれぞれ、使わされた。イングランドへ帰国すると庶民人議員となり、選挙や特権を、はじめ多くの委員会のメンバーとして活動した。 1603年にナイトに助せられている。彼は、自らのロシアでの見聞を書物に着し、出版されて数冊を数えた。後に2冊の物語小説にまとめられている。エクセターの商人、ウィリアム法政の息子で、母親は、エリナー・パーリャム。ドーセット州シャーボンのサージョン法政2世は、祖父、アルマダ海戦直前まで、 ワイト島の知事を務めていたサー・エドワード法政はおじに当たる。ジェロームはおそらく3回結婚した。エリザベス・ハンプデン、1592年1月に結婚しに何三条を設けたが、1607年に死別した。イザベラ・ブロケット、1609年10月頃に結婚。エリザベス・ノース法政は1571年にモスクワ会社に 徒弟身分で雇われたが、当時ロシア側は、イングランドとの交易を一時的に拒んでおり、彼の最初の取引相手は、オランダ商人だった。1573年5月に会社とロシアとの通商関係が回復すると、間もなく、ロシアに渡り通訳として働いた。首都モスクワに向かう途上、サーリの粛清から、コストロマの町を守ったことで、町の指導層や、 聖職者から、たくさんの金と宝石を送られた。モスクワ到着後、おそらくツァーリの命令で売春宿に売られかけていた、マデリン・フォン・ユクセルという女性を救い、この人助けが後に法政に幸運をもたらすことになる。会社は、法政に、彼の影響力を利用して、イングランド人居住区を拡張する許可を得るために、交渉してほしいと要請した。この地区の一部は、 彼の家に接していた。法政の家では、ロシア貴族が艦隊され、召使いをも抱えていた。また法政は後に、大勢のドイツ人の囚人を除名したことを誇りにしていたが、この囚人たちはおそらく居留地が、粛清対象となったと思われる。この後、ハンブルクの商人は、ダマスク式のテーブルクロスとナプキンを、リューベックの商人は、 大きな銀製の友愛記念カップを法政にプレゼントした。また法政は、モスクワで収監されている1200人のスコットランド人の囚人と親しくなり、彼らにロシア軍への就職を圧戦し、彼らが自らの宗派の教会を建てる許可まで、ァーリ政府に出させた。法政は、モスクワ滞在中、レスター伯爵、ロバート・ダドリーや、 フランシス・ウォルシンガムなど、モスクワ会社の貿易支配に反対していた、イングランド宮廷のメンバーによる死亡役を仲立ちしていたようである。このことは後に、モスクワ会社側から問題として法政が責められる原因となったが、これは法政がモスクワで築いた財産を放棄し、彼の財産を会社側の人間が手に入れることで解決した。法政は、 モスクワ宮廷で栄誉ある大愚を受けた。イヴァン4世は彼を宝物部屋に招き、その後次で1584年に即位した、ヒョードル1世の大冠式にも出席を許されている。1581年11月末、法政はイヴァン4世からエリザベス1世に宛てた、瓶詰めの新書を届けるよう命じられたが、北東航路が凍っていたため陸路での移動だった。旅は、 非常に困難で、さらに、デンマーク領のエーゼル島で逮捕された。ところが島の総督夫人は偶然にも、かつて自分が助けた、マデリン・フォン・ユクセルであり、彼女の計らいで、すぐに釈放された。イングランドに到着するとジェロームは、エリザベス一世に何度か越権を許され、イヴァン四世の新書を英語に翻訳して読み上げた。この時の新書では、 イングランドの王女をイヴァニ・四世の妻に迎えたい意向が伝えられた。法政は、モスクワ会社以外の冒険商人が集めてきた、物産品を含む、土産の積み荷を搭載した9艘の船で、ロシアに向かった。1586年に法政は再び、イングランドに、シンツァーリのヒョードル一世の新書を携えて、ロンドン宮廷に戻ってきた。この新書には、 被がに妊娠しにくく、子供ができないので力を貸してほしいと書かれていた。イングランド宮廷は、法政に助産婦を伴わせて、モスクワへ向かわせたが、この助産婦は、ボログダでモスクワ入りを拒まれた。これは、ヒョードル・ヴィッセイの妻の兄で宮廷の実力者である、ボリス・ゴドゥノフと、その敵対勢力との清掃の道具になったのである。ボリスの対抗派閥は、ボリスは、 異教徒の手を借りて、巫女を生ませようとしているとボリスを急断したのである。法政自身は、西欧文化に憧れを持つボリスとは、友人関係にあった。法政は、ロシア政府の依頼により、王家の一員であるマリア・ウラジー・ミロブナを救出した。マリアは、リボニア戦争での戦略の一環としてイヴァニオンセイが、グツに建てた、リボニア王マグヌスと結婚したが、夫の死後は、 囚われの身となっていた。法政はマリアとの結婚を望んだが、ボリスは彼が平民であることを理由に、これを許さなかった。こうした中、1587年に法政はイングランドで詐欺罪に問われたために帰国せざるを得なくなったが、宮廷内の友人たちの弁護もあってことなきを得た。1591年に法政はロシアに戻ったが、 ヒョードル一世は彼に越権を許そうとせず、エリザベス一世に二度と法政には、ロシアの国土を踏ませないよう要求した。さらに、イングランドでは彼に、公然たる、スパイ行為を働いているという疑いがかかり、結局は故国に戻ることとなった。友人であるボリスは、法政の帰国の旅のお膳立てをした上、彼に、たくさんの高価な贈り物を持たせている。 1595年に法政は、モスクワからの帰国の原因になったフィンチという人物の、訴えによる、反逆罪で告発された。この事件の裏には、前任の中モスクワ大使、サージェレミ・バウエスが関わっており、おそらくフィンチを操っていたと思われる。バウエスは、モスクワ側に自分が退けられたのは、法政に責任があると考えていたらしい。法政は、また、 俺は我らが、諸女王よりもずっと純潔だと方言して、女王を侮辱したとも急断された。女王は逮捕委任状に、サインするのを余儀なくされたが、ジェローム法制は、自らの潔白を証明するであろうと述べた。しかし事件は、1597年4月の、数インでの評決を経る前に帰却され、フィンチは、証人から虚偽の発言をしたことを暴露された。 法政は1572年から1585年頃まで、モスクワ会社の従業員身分だったが、1580年には、エリザベス女王の同伴騎士身分となり、1603年7月23日に、ナイトシャクに少女された。1604年6月には9つの州の、水道館に任じられている。バッキンガムシャーでは1601年頃に、治安判事を、 1611年1612年には、州知事を務めた。議会でも様々な役職を歴任し、30年以上、議席にあった。一方で、スラブ語聖書の翻訳を行い、また、白ロ,ロシアという名称で、ベラルーシの存在をイングランドに初めて伝えたのも法、聖である。法聖は1626年1月に没し、グレート・キンブルに埋葬された。 法政の名は、同時代のイングランド、ロシア、イヴァン4世の知性に関する書物などに出典として、たびたび引用されている。ありがとうございます。